はい、こんにちは、MBです。今日は MB アイテムのご紹介、ハイエンド DSKB シャツ、再販でございます。はい、というわけで MB アイテムなんですけれども、メルマガインさん限定に展開している僕のオリジナルブランドですけれども、基本的に再販はしないことになってます。っていうのも、まあ再販するとどうしても数が落ちちゃう、生産の個数が落ちちゃうんですね。まあ当たり前だけど、メルマガ会員って今だいたい2万3000人ぐらいいるんですけど、まあ、2万3000人が一気に例えば4万人になるとか10万人になるとか、そういうことってあんまりないので、まあ毎月例えば純増でどんぐらいかな、まあ純増で多くて2000人とかなんですけど、まあ少しずつこう増えてってるわけで、いきなりだから MB アイテムの売れる個数がドカッと上がるってあんまりないことなんですよ。例えばこれ1回発売したら、まあ、1000枚とか2000枚とかバンって売れて、で次再販しても結局見てる人は同じなわけだから、買う人って限られてるわけです、クローズドな環境だから。だから再販をすると1回目は2000個売るだけど、再販時には200個になるとかっていうことが往々にして起こるんで、そうすると生産個数変わってくると同じ金額で出すわけにちょっといかなくなっちゃうんですね。チャージアップって言って数が少なくなると少しこう生産の原価が上がってしまったりもするので、なかなかその原価のコントロール、価格のコントロールができないから、まあ、再販ってのは基本的にやらないようにしてるんですけれども、今回ちょっと無理を通してですね、DSKB シャツ、去年のヒット品番だったんですけど、こちらを再販することにいたしました。発売日は2月の8日9時からですね。まあ、なんでこれだけ再販するかっていうと、ごめんなさい、本当にすいません、僕の趣味なんですけど、ちょっと最近自分の趣味で物作りすぎてて若干反省してるところではあるんですけど、2月1日に発売するこちら、MB ハイエンドカットソー、これもまああの他の動画で説明した通りなんですけど、もう自分の趣味全開で作っちゃったアイテムで、まあはっきり言って売れないだろうなっていうところなんだけど、どうしても欲しかったから作っちゃいましたみたいな感じだったんですけど、ちょっと2月前半はですね、すいません、春夏と秋冬のまあ切り替わりのタイミングでもあるし、まあ若干そのみんなもなんかこう購買意欲っていうかね、春夏品買うにはまだちょっとで早いし、まあ洋服屋さん的には全然早くないんだけど、もうだって1月から春夏物って並んでるからね、早く動き出さないとなくなっちゃうから今買うべきではあるんだけど、ただ気分的にまだ春夏物ってそんなに買えないと思うし、秋冬物を今から買うのもおかしな話だから、ちょうど2月ってそんなにこう洋服買う気分になりにくい時期なんですね、1年間で一番。だからまあこういうタイミングだから、まあちょっとこう趣味に走ってもいいかなと思って、2月の前半二方はですね、若干遊んでしまったんですけれども、これ本当に僕大好きで、多分僕のことをしっかり見てくださってる、いろんなコンテンツを追っかけてくださってる方々は MB やたらこればっかり来てるなって思ってたと思うんですよ。去年の夏ぐらいからずっとこればっかり来てて、あらゆる取材とかテレビの出演とかでこの服ばっかり着てたんですね。そのぐらい大好きです。自分の番組、MB の俺のドライチっていう BS の番組僕やってるんですけれども、 BS の番組でもこれ結構何回か着ちゃってて、さすがに毎回同じのちょっと良くないんじゃないかみたいな話にもなったぐらいですね、大好きで着ております。で、まあなんで再販するかっていうと、まあもちろんこれ、まあ、買い逃した方が結構多かったっていうのもあったんですけれども、ちょっと新色がどうしても作りたくてですね、まあ今までやったのってこの DSKB シャツって黒とか白とかグレーとか、まあこの黒とグレーは変わらないんですけど、あと白が一色あったんだけど、今回白ちょっと廃盤にさせてもらって、新しい色をその代わり一色入れました。まあ黒とか白とかグレーとか、まあこういうそのモノトーン系の色って、まあ使いやすくていいんだけど、春に着るにはちょっとこう色物も欲しいなと思って、あまりに好きすぎて、このロングシャツでアウター風になってポケットもついてて、で冬場はインナーにもなって、しかもこれ洗濯機洗えるんですよ。洗濯機でぶち込んで普通にあのハンガーでかけとくだけでシワが綺麗に消えるって、これ一回洗ってるんですよ。洗ってこんな感じ、シワが全くつかないんですよ。でもうシルクみたいな風合いがあって、スタイレムっていう会社の生地なんですけど、めちゃめちゃいい生地でですね、ちょっとここでは名前出せないんですけど、メルマガの方ではちょっと書いてますけど、ここでは名前出せないけど、某有名、日本のブランド、僕もよく着ているブランドですけれども、そことかでもよく使ってる素材なんですね。普通のブランドがこの素材使ってシャツ出すと、まあ、実際にそういう商品があるんでメルマガ見ればわかるんですけど、実際にショート丈のシャツで3万後半、3万8000円とかで、この素材のシャツだと出てます。でこれ今回ロング丈で長丈でアウター風に使えて、全く同じ素材で2万4500円なんで、まあ、普通のブランドが出すと、まあ、これぐらいの洋弱使ってこの素材だと、まあ、普通4万ぐらいは突破すると間違いなく思うので、まあ、その辺ちゃんとね、あの商品としてもある、他に商品としてもあるわけだから同じ素材使ってる、まあ、比較すれば明らかだと思うんですけれども、まあ、気になる人はメルマガ見てもらえばいいと思うんですが、そんな感じで結構値段も安くてです、まあ、MA でも値段ちょっと安いんですけれども、値段安く、まあ、物も良く
良くてですね、イージーケアで風合いも綺麗でっていうところで作ってるので、結構みんな喜ぶアイテムだと思うんですね。で、まあ、実際誰が一番喜んでるかって僕なんだけど、で、春っぽい色が欲しくて、まあちょっと青とかグリーンとか、ちょっとこう癖のある色が欲しいなっていうところで、まあこの色をちょっと作りたくてですね。で、まあこの色だけ販売するのもおかしな話なんで、まあ、前回売れたこの黒とかグレーもちょっと再販で3色展開でやりましょうというところで、決まりました。まあ、本当にね、大した意図はないんですよ。皆さんが喜んでくれるんじゃないかなとか、メルマガ会員さんのためにとかっていうのは今回全くなくてですね、正直本当に自分が着たいから作っちゃいました。ごめんなさい、2月の前半は本当これ勘弁してください。もうやらないんで、自分の趣味で洋服作ることは、そんなに2ヶ月に1回ぐらいしかやらないんで、すいません、ちょっと勘弁してください。で、着こなしとしてはですね、こちら普通にまあ、例えばデニムとかで全然合わせてもいいですし、特にこの辺のカラーリングが派手なものとかはですね、黒のワイドパンツとかで合わせてもすごく映える色だと思います。まあ、シンプルないつもの着こなしにプラスオンするだけで印象全然変わりますので、ぜひチェックしてみてください。で、ついでにですね、実はこれレディースも全然着れます。で、前回発売した時に、女性のモデルに着ていただいてですね、こちらですね、グラビアアイドルのサヤボーとかにも着てもらってですね、ちょっと女性も着れることを見せてみたんですけれども、まあ、僕がこのアイテムにどれだけ気合い入れてるか多分わかると思うんですけど、M サイズです。女の子たちが着てるのが。これどちらも、M サイズなんですけれども、まあ、M サイズでこのぐらいの、着用感ですね。まあ、サイジングとかは概要欄に、詳細ページ載せてますので、そちらから確認していただきたいんですけれども、結構落ち感のあるテロッとしたシルクみたいな素材感なんで、落ち感があるって言ったら今下に落ちちゃった。落ち感があるテロッとしたシルクみたいな素材なので、肩幅とかも結構広いし、身幅もかなりあるんですけれども、なんかあんまりこうオーバーサイズな印象がなくてですね、上品に使えると思います。まあ普通にステンカラーコートとかもいいんだけど、結局春のコートって割とすぐ着れなくなっちゃうじゃないですか。で、これだとかなり薄手なんで、まあいわゆるシャツ素材ではあるので、まあアウター風に使ってもいいし、夏とかはこれ袖まくってショーツとかに合わせたら僕結構好きなんですよ。まあ割とマニアックな着こなしだと思うけど、まあ、そんな感じで長いシーズン着れると思いますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみにこれね、実はミラノコレクションに出たアイテムなんですよね。こんな感じで、はい、アツシ中島さんのミラノコレクションに、ちょっとアイテムとして使わさせていただいて貸し出したんですけれども、そんな感じで世界デビューしている MB アイテムでもあるんですけれども、そんな、DSKB シャツ、この DSKB って何なのかっていうと、何だったっけな、なんかね、すごいこうテロテロしてちょっと色気のある印象だから、まあ、すごいドスケベな印象ありますねみたいなことを誰かが言ったんだよね、メルマガ会員さんかなんか。それで僕がなんかドスケベシャツっていう名前にしようかみたいな。でもそれだとなんかあまりに直球だから頭文字にしとこうということで DSKB シャツになったんです。すいません、うちはネタで、そんな感じなんですけれども、2月の8日、9時から発売となります。24,500円。詳細はですね、概要欄の方に書いてありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、そんな感じ。今ね、朝なんであんまり頭回ってないんですけれども、ぜひチェックしてみてください。それ以外にもですね、それ以外にも2月は結構予定しているものがいっぱいあってですね、こちら、ハイエンド、ショルダーバッグですね。ショルダーバッグ、紐がついていて、ショルダーになるんですけれども、まあ、レコードバッグみたいにですね、紐をこう中にしまってあげて、普通にこうトートバッグ、レコードバッグみたいに使えると。で、これ実はですね、結構面白くて、パソコンがね、今ここに MacBook あるんだけど、普通のこれ13かな、13インチの MacBook 全く問題なくすっぽり入ります。 ここにも出てないでしょ、ここにも。これね、なんかね、わかんないけど、動画とか画像にするとなんかやたらちっちゃく感じると思うんですけど、実はですね、パソコンすっぽり入るんですよ。ここにだってさ、ほらケースが出てないでしょ、パソコンのケースが出てないってことは、これしっかりウレタンのケースとかでパソコン保護して入れても全然ケース邪魔にならないぐらい普通に収納できます。なのでこれかなり収納力あるんですよ。ちっちゃそうに見えるけどね。コンパクトサイズに見えるんだけど、大容量の、まあ、大容量っていうほどじゃないけど、まあでもパソコンがすっぽり入るぐらいのサイズ感なので、非常に重宝するアイテムだと思います。で、重いものを入れたらね、ショルダーバッグとして使っても全然いいですし、しかもこれ面白いのが、リバーシブルになるんですよ。これ裏返すことができるんです。ぐるって。まあ、今、めんどくさいからやんないけど、裏返すとグレーになります。で、表側は本革で、裏側は合皮になってるんですよ。
まあ、なので本革のいいレザー使ったバッグってどうしてもこう雨の日とか使いたくないじゃないですか。まあ、本当は別に使ってもいいんだけど使いたくないっていう人が多いと思うので、まあ、例えば晴れの日とか曇りの日はこっちの本革を使って雨になったらひっくり返して合皮を使えば、まあ、1年間通して使えるっていうことをちょっとやりたくてですね、2ウェイリバーシブルバッグ持ち方もまあレコードバッグみたいにも持てるしショルダーバッグみたいにも持てるしでなおかつ革もグレーと黒で合皮と本革で2ウェイで使えるっていう、まあ、どっちの意味でも 2way なんですけどバッグでございます。これ、最終的に今値段決めてるんですけど2万円台前半でいけそうなんでこれ結構いいと思いますね。着用とかもこんな感じですね。なかなかバランスいいでしょう。で、脂肪感のあるレザーなんで結構ね高級感もあってですね使っていくとツヤにもなります。非常にいいアイテムだと思いますのでぜひチェックしてみてください。あとはこちらかな。今開発中ですけども、ベルトサンダルやってます。ベルトサンダルは今年結構トレンドなので、まあ、ディオールとかも今回ベルトサンダルばっかりでしたしルックが、割とサンダルって今世界的に結構今年の春夏は注目されてるトレンドアイテムだと思うんですけれども、まあ、いわゆる普通のベルトサンダル作ってもつまんないのでご覧の通りですけれどもエア入りのソールを使いました。こういうねエアーが入ってるソールですね。で身長がかなり漏れますし普通のサンダルよりも高級感が出ると思いますのでちょっと面白い印象にしてます。でサテンテープ使ってですね結構高級感もあってバックル類とかもメタル素材になってるのでプラスチックとかじゃなくてですね高級感あって重厚感があります。で中もネオプレーンの素材を使っていてですね肌当たりもいいですし高級感もあります。これ高そうでしょ。これ僕結構いい出来だと思うんだよな。で、色展開4色にしてるんだけど、まあ今2色持ってきたけど、パイピングの色が変わってたりとかするんですけれども、これで今最終値段詰めてるけど、1万1000円か1万2000円、そのぐらいで着地すると思うんですけど、これ、だってさ、結構安売りしている D2C のブランドとかでも2万円ぐらいするでしょ、こういう AI リソールのベルトサンダルって。だから MV アイテムならではだと思います。会員さん限定にはなってしまうんですけれどもその分だいぶお安くなっています。よかったらチェックしてみてください。これ多分3月か2月の後半かに出すと思います。これは結構喜ぶ人いるんじゃないかな。ソックス入れて普通にね春からでも使えますし僕こういうの秋まで結構使っちゃうんですけど靴下入れてですね、スキニーとかと合わせて全然秋ので使っちゃいます。よかったらチェックしてみてください。はい、そんな感じ。今日は MV アイテムのご紹介でした。朝なのでなんかちょっと微妙なローテンションですいません。私毎週日曜日メルマガ配信しております。まあ、メルマガではこういう限定のアイテムが、格安で買えるっていう、まあ、特典もあるんですけれどもそれ以外にも毎週限定動画やっております。まあ、Vlog だったりとか、皆さんのコーディネート募集してですねそれを動画で僕がこう切っていく中から口ぐらいで切っていくっていうコーナーが好評で、展開しております。登録するとですね、過去の限定動画はすべて一気に閲覧できるので、まあ、登録してご覧いただけると、そのボリュームと内容の面白さがわかると思いますので、概要欄の方からメルマガ登録してみてください。初月無料なので、無料期間にバーッと見るっていうのも一つありかもしれません。はい、MV チャンネル普段はファッションロジック豆知識、商品紹介などを行っておりますが、美容の話やビジネスの話など、男性を総合的にサポートするチャンネルとなっております。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。またお会いしましょう。MVでした。バイバイ。